OK! ってことで、今日金曜日だったんで乾杯とかしたいんですけど、ルイボスティーしかありません。乾杯乾杯言ってますけど、サイリーが夢見るのスケジュールタート誰やるといい、そう夢見るのね、スケジュールを合わせたい。乾杯乾杯。まあね、こちらね、まあ、カフェラテをこの前というか、まあ昨日買ったわけですけれども、まあ開けなかったという感じでございましたので、ちょっとこれはちょっとまたね違う機会に飲みたいと思います。乾杯です。こんばんは。明日かな、明日ってなんだろう。こんばんは。飲むの明日かと。金曜日。サミツジローさんお疲れスタンプありがとうございます。グッドラック、グッドラック。手相が薄いいっちゃんさん、あれあれってね、そうですね、あれありがとうございます。ペンライト私はネットフリックス見ればというのにネットフリックスをね見たいんですが、何を見ればいいか分かんないね僕たちはみんな大人になれなかったっていうやつも見たいんですけどね。あと何があったっけ。いっちゃんさんハートありがとうございます。ログインしたじゃんこの前。ああ、はい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 。あと火花。いや、浅草キッド最高。もう。浅草キッド最高。うわ、あるやん、火花。なるほどね、菅田将暉さん最高じゃん。浩平さんレインボースターありがとうございます。ドラマ版かな。ね、なんかネットフリックスでしか見れないやつ見たくて。浅草キッドは最高でした。もう本当に最高。サイレントディームーンさんだるまありがとうございます。ネットフリックス入ってるよって方はもうぜひ見てほしい。浅草キッドっていうやつ
柳楽優弥さんがたけしさん、ビートたけしさんの役をされてるんですけど、もうビートたけしさんにしか見えなくて、驚きももぬきって感じでした。そう、演技力に驚きました。もう素晴らしいね。ネットフリックス勢じゃなかったんですけどね、私。でも浅草キッドがどうしても見たすぎて入っちゃいました。ほんと浅草キッドが見たすぎて、それだけのために入った。そう、でもネットフリックスをね、一度経験してみたかったので、良い経験になったのではないかと思います。けど一月分しかね、あれしてないので、ペイペイで払えるんですよ。だからペイペイでピーンって1000円、どんぐらいだろう、1400円ぐらいかな、ピーンって払っちゃいました。いやでも本当に劇場で2回ぐらい見たいぐらい浅草キッドすごいいい。他の気になるのは、僕たちはみんな大人になれなかったっていう、伊藤沙莉さんかな、沙莉さんっていうんですかね、読むんですかね、がなんかやってらっしゃる。あねさん、レインボーした、ありがとうございます。大泉洋は誰ね、大泉洋さんは師匠の役、師匠の役でして、そうで、その師匠はね、師匠はテレビにね出ることがなかったんですよ。テレビをあんまり、そのずっと劇場でやってたから、テレビはちょっとみたいな、でテレビは出てないから映像の記録がねないらしいんですけど、まあ、それをもう見事に演じ抜いたみたいなって書いてありました。あ、掛け狂いとかないのかな、これでも、あ、銀玉あるな、掛け狂い系、あるじゃん、へえ、これ見たいやつ、かわいい、これん、これいつのやつだ、アマプラ、浅草キッドはネットフリックス限定です。掛け狂いシーズン2が2番目のやつ、あーでも、あーなるほど何話とかあるわけね。これはいつのだろうか分かんないけど、掛け狂い好きなんですよね私。つむじかじさん、あれ、雪の結晶ありがとうございます。掛け狂いいいね、そう、見たかったとか、今じゃない、最近会ってたやつも見たいんですけど、なかなかね行く機会がなくて、そのなんちゅうんやろかっていう感じですけどなかなかね映画館に行く機会がないじゃないですか最近。あと、でもジブリはさ海外限定でしたよね確か、一
タジオジブリ系だだだだ。そう、前なんかさ、ネットフリでみたいなのあったけど、海外限定だよーみたいな、あなたみたいな声をしてみた、いいね、私糸見たかったんだよけどね、糸ないんだよね、ネットフリックス。小松菜奈さんの、小松菜奈さんの演技が好きなんですけど、私そうなんです。うわ、でもサニーとかあるな。君の膵臓食べたいわ、もう何回も見たからいいわ一旦。え、あと何があるんだろうね。かき狂いは浜辺美波さんですね。私浜辺美波さんの演技も好きです。U-NEXT とアマプラ、マジか。じゃあ、ツタヤで借りるわ。ああ、サマーウォーズあるけど、この世界のさらにいくつもの片隅に。何これ、わっ、夜は短し歩けを止めあるじゃん、マジこれ見たい。いいねすごい、なんかいっぱい見たいやつが出てくるから、もう本当に私は最近、でもお風呂の超ぬるいお湯で、浅草キッド見ました。はい、あと何が見たいんだっけな。でもなんかさ、ね、ちょうどじゃないなんかネットフリックス入ったからさ、ネットフリでしか見れないやつを見たいよね。そう、アニメ系はもう Hulu であるので、Hulu で見るんだけど。検索しだすとキリない。本当に。全然もうキリがない。火花も見ないとな。あとは、海外ドラマとかは、あ、海外ドラマとか見れるのか。でも私、なんだっけあれ。なんかさ、映画の英語のさ、あ、フルハウスとかはないのかな。あるじゃん、マジフルハウスね。ちっちゃいあの女の子が超好きでした。なんかちっちゃい頃お家で見てた気がする。そう、ちょっとあのちっちゃい女の子がさ、生意気チックで可愛いんですよねそう、これすごい好きでしたね。見てたのを覚えてる。フラーハウス帰ってきた、いいね。でもこういう、フラーハウスいいね。あとなんだろう、フルハウスの関連とかでなんか出てこないかな。出てこやんな。懐かしいよね。あの姉さん、かわいいスタンプありがとうございます。低気圧は本日はどうでしょうか。でも通知来てたな、なんか
低気圧っすよみたいな通知が来るんですよ。ちょっとこれ広告いらないな。今日か、今日の朝とこがやばかったのかな。あ、爆弾になってますね。だからちょっと頭痛かったのか。でも次はもう日曜日の日曜日ぐらいかな、ちょっと爆弾低気圧になるのは。上昇注意。うわ、明日は今から明日の9時頃まではプラス 7.2 だから、えぐいいいお天気なんではないか。わかんないけど気圧で天気わかる人とかじゃないからわかんないけどさ。坂道のアポロン見たよ。あ、坂道のアポロンもあるの？マジ？ちょっと調べる。坂道のアポロンはね、気になってるけどずっとなんか見れてない感じあるね。うん、見る、見たよ、めっちゃ可愛い、ありがとう。目見る、ぜひ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 、今日ね、今日の18時にね最新動画を上げまして、はい、上げましたのでぜひ見てください。19日はね19日は晴れのち雪、晴れのち雪です。雪、晴れのち雪ってもう雪マークつく時期なんだね。でも確かにさ、私めっちゃ前の記憶かわかんないけど、なんかもうさ、クリスマスのちょっと前にはもう雪が降ってたイメージなんですよ。だから今年暖かくないと思ってびっくりしちゃった。最近そう、なんかね、暖かくないですか今年、わかんないけど。なんかだって来週22日なんか16度ですよ。って思いません？思いません？16度ってこんな暖かかったっけ。12月、そんなことはないよね。だってだってもう私12月はもうもっこもこのやつ着てましたもん、記憶上ではね。いつの記憶かわかんないけど、もこもこのあのやつを着て、その下にあのまああのなんか もこもこじゃないけど、なんかセーターみたいな着てってやってたイメージだから、もうカイロ持ってみたいなやってたイメージだから、もうなんか全然あったかいなってイメージ。今年はね、特に今年は。日曜日は最低気温0度とか言ってる。でも最低気温ってさ、どうせ夜の1時2時3時なわけよ。まあ1、2、3、4時なんですよ最低気温って。だからそこの最低気温も入ってくるからさ。そう、12日はね3、4、5、6が雪。え、全然雪降らんやん。え、3時4時5時6時が雪。そこに降る意味、降る意味ってのがあれですけど、後じゃない、ちょい雪か。これ3、4、5、6が雪ですね。でも1ミリだからなんか全然降らないって感じ。その後はもう11度までガーンって上がっちゃうんで、9時11時の時点でもう9度、12時、13時から15時まででもう11度ですね。まあ暖かいですね。なんか暖かいよね。そう、暖かいなってイメージ。そうなんです。そうね、でも確かに今から激寒になる予感もするので、皆さんもねちょっとぜひ気をつけてください。明日は何時に配信をするかわかんないですが、ちょっと
待ちくださいねということでランキング見ます。13位アメさん、12位シンゴさん、11位フロストさん、10位アルビンズランクさん、9位ベルちゃん会長さん、ミスターノア、8位ツーリンダルマさん、7位ジョークスノーさん、6位伯爵さん、5位横吉さん、4位 MT07 さん、3位いっちゃんさん、2位つむじかぜさん、1位あぬさん、ミサが最高です。ってことでちょっと短い時間にはなりましたが、みんな来てくれてありがとうございました。もうこんな遅い時間に。ってことでね、明日も寒い、明日は特に寒いらしいので、皆さんぜひお体に気をつけてお過ごしください。それでは1357人の皆さん本当にありがとうございました。 YouTube 見てね、チャンネル登録お願いします。おやすみ。